皆さんこんにちは、ゴルフダイジェストのエスコです。今回は寺永智博プロにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もちょっとガチ評価が多い、はい、ですね、はい、していただきたいなと思ってお持ちしたのが、ジャスティックさんの、プロシードRの SV、はい、SB ですね、 SB っていうタイプのユーティリティなんですけど、ヘッドの中にチタングセウェイトが 65g 入っていて、で低重心側で低スピンヘッドではあるんですけど、じゃあこの辺はチタンで。そうです、そうです。ただもっとその飛ばすための、はい、マッチングみたいな感じをコンセプトに、ウェイトとこのカチャカチャ機能を使って、はい、なんか低スピンスペックみたいな感じにしてるんですけど、はい、カチャカチャで 1.5 立たせてます。今ちょっと21なんで、まあ、19.5 ぐらい、そうですね、はい、になっています。プラスウェイト、このウェイトがもともとセンターが2で、トゥーヒールで4グラムと2グラム、4グラムと8グラムが入ってるんですけど、はい、今回は、センターが12で、トゥーヒールで、2グラム2グラム入ってるような状態になります。はい、なのでかなりだいぶこう飛距離性能が特化したものになります。はい、で、まあ、拾いやすいっていう意味では、ユーティリティの要素を残しつつしてるんですけど、果たしてしっかり飛ぶかどうかですね、飛ぶのかみたいなのを実際に打ってもらいたいなと思って、はい、分かりました、はい、僕クリークで大体260とかぐらいなので、はい、でもこれで260ぐらい飛んだらめちゃくちゃ楽ですね。ちょっと打ってみます。お願いします。こんだけ多分重要ですね。すごいですね。で、中もめちゃくちゃいいです。あ、本当ですか。はい。どういう感じでいいですか。そうですね。一つは、はい、チタで8キーがすごいいいと思うんですけど、ちゃんとしっかりベースにくっつく感じがあって、このクラウンをたわんで弾く感覚をしっかりやるんで、あと、まあ、この重心設計しっかりしてるんで、やっぱスピン量も増えることなく265とかめちゃくちゃいいですね。さっき言ってたクリークの飛距離と、はい、そんなに変わらないというかほぼ一緒っていうことですか。すごい。おお、270キャリー。すごい。さっきより飛んでる。すごいですね。どういうことですか。しかもパカ本当にいいんで、はい、こう吹いてる感じが全然ないです。これウッドいらないですね。おお、すごい。フェアウェイウッドが苦手な人ってやっぱそうですか、多いですね。レッスンしててもやっぱウッド系が苦手っていう人が多くて、でもユーティリティだとちょっとこう、ね、打ち込んでしまう癖がある人とかはいらっしゃるので、これだったら全くその打ち込みに行く必要も全然ないんで、ちゃんとこの拾いやすい設計になってる分、そのままシンプルに打ってもらえれば勝手に上がって、はい、スピン、適正なスピンで飛んでてくれるんで、これ本当にお世辞とかじゃなくて本当にガチ評価です。今回これロフト21度なんですけど、その前後に18と24もあるので、はい、ああなるほど、18を立たせると、まあ、16.5度までになりますね。はい、あと、まあ、バフィーとか4マウントぐらいになるんで、なるとやっぱクリーフとかスプーンがいらなくなりますよね。いらなくなりますよね。正直もう本当これで十分なくらい。で操作性がしやすいんで、やっぱ振り抜きやすいですし。構えた感じもなんか大きすぎるとかそういう予感も。そうです。もう全然こう大きすぎることは全然ないと思うので、もう普通のユーティリティをちょっと大きいと。飛ぶのでそのなんだろう、狭いホールとかのティーショットとか。はい、風が吹いてる時のティーショットとかにもいいのかな。あ、もう全然いいと思います。あ、ただちょっとこう距離のあるショートホールとかでも、はい、もう全然これはいい武器になってくれると思います。うわ、ありがとうございます、はい、皆さんもぜひ飛ぶユーティリティぜひチェックしてみてください。本日もありがとうございました。皆さんもありがとうございました。さよなら。